アンラーへのいざない。2、人類の創造に関する英知。1、アンラーはこの全世界を、彼の全能性と全知性の証しとして創造されました。そして全宇宙のあらゆるものは、偉大かつ相互なるアンラーの崇高さを賛美します。人間はこのことを知ったとき、主のイバーダ、崇拝へと向かい、 またアンラーの求められている物事を実践しようとするのです。至高のアンラーはおっしゃられました。アンラーこそは七層のテント、そして地においても、それと同様のものを作られたお方。刑事はその間を下ってくる。それはあなた方が、アンラーがすべてのことをお出来になり、そしてアンラーがすべての事象熟知されていることを知るためである。 クルアン、65対12。2、アンラーは人間と人を何者をも並べることなく彼のみを崇拝するべく想像されました。崇高なるアンラーはこうおっしゃられます。そして我、アンラーのことは人と人間を我を崇拝させるべくして想像したのだ。 この段階の存在意義は諸々、もろも我はあなた方からの糧も欲しなければ、あなた方が我に職を与えることも望んではいない。クルアン51対56-57人間が歩む段階と変えそう。アンラーは人間をお作りになり、様々な段階や時代、場所や状況を歩み行くように定められました。 そして最後に行き着く先こそが永遠なのであり、それは天国か地獄かのいずれかでしかないのです。そしてこれらの段階とは、以下に示す通りです。1. 母親の体内。これは人間にとって最初の段階であり、また最初に泊まる場所です。そこでの滞在期間は通常9ヶ月。ですが、 場合によって、それより短かったり、長かったりします。アンラーは、そのお力と知識と英知によって、この暗闇の場所を人間のためにお作りになり、また、そこにおいて人間が必要とする栄養や、最適な休息の場と居場所をご用意くださったのです。そして、人間はこの段階において、いかなる義務も課されません。 この段階の存在意義は、もろもろの身体器官の完全な育成であり、それが達成されると、身体内部と外部の完全な創造とともに、現世へと旅立つのです。2、現世。これは、母親の体内よりも広い世界であり、そこで過ごす期間もより長いものです。アンラーは、そこにおいて、人間が必要とするものすべてをご用意され、 理性と聴覚と視覚を人間に授けられ、また、もろもろの使徒とアキラ、天を使わされました。また、人間が彼に服従して反逆することなく、そうする者には天国を、そしてそうしない者には地獄をお約束なされました。この段階の存在意義は、マルイチアンラーへの信仰の冠水と、マルニオシユキの冠水の2点です。 アンラーはそれらを天国に入る要因とされました。そして現世を後にすると、人はその行いとともに次の段階へと移行します。三、教会これは来世における最初の段階です。人間はすべての創造物が現世を去り、審判の日が到来するときまでそこに滞在しますが、 その期間は大方において現世での滞在期間よりも長いものとなります。そこでの安寧と不幸は、自らが携えてきた行いに応じて現世での、それよりもより大きく完全なものとなります。そして、そこは天国の楽園の一部か。 あるいは地獄の穴の一部かのいずれかとなり、そこにおいて人は現世での行いの報いを受け始めることになります。それから人は次に永遠の段階、天国か地獄へと移行します。4. 来世。これは永遠の住みかであり、またそこでは完全な安寧と協力が信仰者を待ち受けています。現世で信仰や高乗り、 義行などのアンラーがお喜びになることを完遂した者には、アンラーも審判の日に彼が望むもの人が見たことも聞いたこともなく、また想像したこともなかったような喜びを完遂してくださるのです。一方、現世において信仰も義行も積んでこなかった者は、その報いとして永遠に地獄の中に止まることになります。 そして、信仰者というものは次の段階へと移行するたびにその世界から離れていくもので、最後には天国に行き着くことになるのです。心の安寧の完全性。アンラーは人間を最も金星が取れた形にお作りになり、その他全ての非造物よりも尊いものとされました。 マタンラーは人間のすべての組織機関にも完全性を備えられましたが、それが完全な形で機能しないと、人は憂鬱さや混乱や苦痛に襲われます。つまり、目の完全性とは視覚であり、耳の完全性とは聴覚であり、舌の完全性とは発生です。そして、これらの器官がそれでもって完全性を得るところの力を失ったとき、 痛みと不満が発生します。これと同様に、アンラーは心にも完全性を与えられました。そして心の安寧と喜び、快楽と平安とはその死を知り、愛し、親しむことなのです。正常な心は、ちょうど正常な目が太陽を見ることができるように、真理を見るのです。現世と来世の理解。 アンラーはすべてのものに表彰的な美しさと目的を定められました。故に植物の美しさとはその枝と葉と花ですが、それらの目的は種子や果実を実らせることです。また服にも表彰的な美しさがありますが、 その本来の目的は身体の一部を覆うことです。これと同様に現世にも表彰的な美しさがありますが、むしろそこにあるすべてのものは現世における装飾ということができるかもしれません。そしてそれらの目的とは信仰と善行なのです。また現世はそれ自体装飾であり、来世こそがその目的でもあります。 ここで気をつけたいのは、ある物事の本来の目的を忘れるということが、その表彰的な美しさにとらわれることを意味しているということです。預言者たち、彼にアンラーからの祝福と平安、あれとその追従者たちは物事の目的を追求し、現世に執着する者たちは表彰的な美しさや勇教へとるに足らない物事に弦を抜かします。 しかし、アンラーは、私たちに、現世においては、必要な分だけ受け取り、そして来世のためには、力の限りを尽くすことを命じられたのです。もし、人生の、何らかの物事において、表彰的な美しさと本来の目的、つまりアンラーのみへの誘いだ、崇拝と、 アンラーと、その死と、彼に、アンラーからの祝福と、平安、あれへの服従が衝突するような場合には、私たちは、アンラーが、お喜びになられる方、つまり、アンラーのみへの、イバダ、崇拝と、アンラーと、その死と、彼に、アンラーからの祝福と、平安、あれへの服従、そして、そこにおいて、努力奮闘し、イスラムを広めることを優先させるのです。 1. 思考のアンラーはこうおっしゃられました。ミニワレラアンラーのことは、地上にその飾りをしつらえた。それはあなた方のうちの誰が果たして良い行いをするか、指令にかけるためである。クルアン18対7。2. 思考のアンラーはおっしゃられました。現世での生活が有興と協楽と装飾であり、 あなた方の間の財産や子孫の自慢やその数の競争であることに過ぎないことを知るのだ。それはちょうど自由が作物を実らせて農夫を一時的に喜ばせたものの、それからそれが枯れて黄色くなり、やがて朽ち果てるようなものである。 そして来世にこそは不信仰者に対するアンラーからの厳しい懲罰と信仰者に対するお許しとお喜びがあるのだ。実に現世とは偽りの協楽に他ならない。そしてあなた方の主からのお許しを呼ぶ諸々の復讐行為へと急ぐのだ。その広さは天地の広さほどもある。 それは、アンラーと、その使徒たちを信仰する者たちに用意されたものである。これこそは、アンラーが、お望みのものに与えられる、彼のあまりある恩恵である。アンラーは、この上ない、お恵みの主であられる。クルアン 57:、57対20-21。3、思考のアンラーは、おっしゃられました。いえ。 あなた方の父親や子息、兄弟姉妹や配偶者、近親やあなた方の稼いだ財産、またあなた方が不景気になることを恐れている商売や、あなた方の意にかなった住まいがアンラーとその人、そしてその道における奮闘よりもあなた方にとって愛すべきものであるのならば、アンラーがこと、お結婚されるまで待つが良い。 アンラーは、法升の民を導きにはなられないのだ。クルアン、9時24分。ラセッと比較した、現世の誠の価値。アンラーと、その人は、ラセッと比較した、現世の誠の価値を十分かつ明確な形で以下に示すように、説明されました。1、その本質的側面における現世の価値を、崇高なるアンラーは、次のように、 説明されました。そして、この現世は、ざれことという境に過ぎない。そして来世こそは、誠の生活なのである。もし、彼らがこのことを知っていたならば、来世を忘れて現世に溺れることはなかったものの。クルアン29対64に。にその時間的側面における現世の価値を、崇高なるアンラーは、次のように、説明されました。 信仰する者たちを、アンラーの道にで生せをとのお達しが出たのに、地上の協楽にへばりついて武将しているのはどういうことか来世を差し置いて現世に満足しているというのか現世の生活における協楽など、来世に比べればごくわずかなものでしかないのだというのに、 クルアン、9時38分。3、その重量的側面における現世の価値を、預言者、彼にアンラーからの祝福と平安。あれは、次のように説明しました。もし、現世がアンラーのおもとで、ハエの羽一枚にでも匹敵するのだとすれば、不信仰者は、そこに置いて、水一口すら口にすることはないであろう。あ、テルミズイの伝承。 4. その計測的側面における現世の価値を、預言者、彼にアンラーからの祝福と平安、あれは次のように説明しました。アンラーにかけて、来世に比べれば、現世というものは、あなた方がこの指を大会にこう浸し、ここで伝承者のヤヒラーは人差し指を示しました。それに付着しているものを目にするようなものである。ウスリムの伝承。 5. その距離的側面における現世の価値を、預言者、彼に、アンラーからの祝福と平安、あれは次のように説明しました。天国での無知、